フニカルコーインズハウス。フニカルコーインズハウス。はい。本日はこんばんは吉尾ブログ。本日はこんばんは吉尾ブログとおかしい。まあ吉尾ブログです。こんばんは。え本日はですね。あの80年代を生きてきた皆さんにとっても朗報な新しい情報がございます。まあ知ってる人は知ってるんだよね。だけどまあおっさんたちは歓喜なんですよ。 ただ、今の若い方たちは、そんなに知らない作品。そう。あの頃、80年代。E.T. バックスゥ・ザフィーチャー、ブレードランナー。スタンドバイミーそして、ブレックファストクラブ。フラッシュダンスや大波動、優勢からの物体、X ・レイダース。シャイニングやターミネーターがやった後に、そうです。あの作品。少年時代、小学生時代に。あれを見て、 小学生の僕はですねあのプロトンパックを背負いたいそうですゴーストバスターズが2020年のサマー夏にですねなんとあの頃のビル・マーレーやダン・エイ・クロイドたちが主演の映画が戻ってくるんです、はい、実際にゴーストバスターズを知らない方のためにですね本日は予告編を見る前にあ予告編を見た後にしようか えー、2020年公開の新作「ゴーストバスターズ」の最新予告編をですね皆さんと一緒に鑑賞させていただきたいと思いますそしてその予告編を見た後に「ゴーストバスターズ」の歴史は12そしてこの間女性版の「ゴーストバスターズ」があるんだけどそれのお話と僕がいかにどんだけ「ゴーストバスターズ」が好きなっていう本日は「ゴーストバスターズ」だらけそうあの頃の「ゴーストバスターズ」1と2ああいう映画が大好きなおっさんたちには ブ者震いがたち、喜びが上がり、そしてあのプロトンパックも出てきます。本日はチャンネル登録をした上で最後まで、まあこれから先チャンネル登録していただけると嬉しいんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。では早速ですね、えー、ゴーストバスターズの最新予告編を見ていきたいと思います。これあの、この前さ、女性版のゴーストバスターズやってないやっと。 スリーだっけワン、ツーはあのビル・マーネーとかダンエイ・クロードとかハラルド・ライミスたちがやってるんだけども、スリーは女性のゴーストバスターズそれ違うんですよ。あれはゴーストバスターズだけど、あれを求めてる俺たちじゃないんです。俺たちはあの頃のオッサン集がするアナログ的なゴーストバスターズ、初代のメンバーたちのものが見たいんです。それがジジイになっても。はい。 なので本日はその最新予告編皆さんももう見てる方もいらっしゃると思うんですけれどもそれをポチッと再生させていただいて一緒に見ようと思いますそれでは行きますよはい行きますそれでは再生いたしますポチッとなこの音ですよこの音 ほら、懐かしいでしょうこれがゴーストバスターズなんです80年代を醸し出してるねそうこういうミステリアスな音楽が少年の心をドキドキさせたんですよおっとこの音楽ですよエクトワンエクトワンだよね そうこの音、プロトンパックのスイッチを折れたこの核融合する音が悩ましいんです。はい、ごめんなさいえ、こんな感じでですね、ゴーストバスターズの、えー、予告編、CM ですね、ハリウッド版の予告編、これだけしかないんですよ。実際の映画のシーンというものがないんですけれども、あの頃のビル・マーレが、あの頃の、えー、ダン・エイ・クロイドが、でハロル・のライミスはもう亡くなってしまったんですけども、あの頃のメンバーが出てくる。 はい。そんな感じのゴーストバスターズを俺は待っているんです。で、今回は、横告の CM がすごい短いんで、ゴーストバスターズの歴史っていうお話をですね、ちょっとさせていただいて、あの、そうです。少年の頃皆さんやりましたファミコン版のゴーストバスターズ。そしてですね、もうすでにできる、また今年できる、あの、ゴーストバスターズ1と2の続編にあたる、ビルマーレ、ハルドロラミス、あの奴らが、 ダン・エイ・クロイドの奴らがストーリーを考えた正当なゴーストバスターズの続編にあたるゲームがあるんです。そいつのご紹介もさせていただきますんで、よろしくお願い。よろしくお願い。よろしくお願いいたします。はい。いきますよ。まずですね、ゴーストバスターズ。はい。ゴーストバスターズ。日本語で幽霊退治という、こちら意味ですね。1984年ですよ。 北米高校収入第1位。歴代当時では7位という大ヒットを記録。世界各地で社会現象までを巻き下ろした。はい。テっテでテてテてって、フニッカルコール。ゴーストバスターズ はい、あの音楽ですあの音楽に身を肩を揺らしながらどう小学校の時肩を揺らしながら廊下で踊った曲ありませんかそうです「ゴーストバスターズ」のミュージックレイ・パーカージュニアのあの曲も最高なんです、はい、で1989年には続編の「ゴーストバスターズ2」はい、この「ゴーストバスターズ2」1986年映画館でマリオンで見た曲があるんですただね1の方が絶対面白い2は ままたたたやっっちゃったんですよゴーストバスターズのサウンドトラックをもちろん昔の曲もあるんだけどもランディー MC のラップショーにした確かランディー MC だと思ったんですよねだからちょっとねでも最後のさあのニューヨークの胸発のこう昔の80年代頃の音楽がかかるこう自由の女神がさこう歩き出すシーンとかも最高だったじゃない美術館で戦いやつでぞ。これもファミコンかなんかのゲームにあったんだけども懐かしい懐かしいもう懐かしい全てのシーンがこうね 思い描いた頭に入ってくるんですよ。ゴーストバスターズ1のシーンから2のシーン、すべて覚えてますよ。僕は小学校の頃ですね、あのゴーストバスターズのプロトンパックが欲しくて欲しくてたまらなくて、えー、フライドスーツ。あのゴーストバスターズってさ、退治するときに、あのフライドスーツっていう、えー、なんつうの、飛行機乗る人たち、こう、ジェット機とかを操縦する人たちに着るフライドスーツってものをまとってるんですよ。それに、えー、まあ、軍隊が背負うさ、こう荷物を背負う、こう、 バックパック背負いのやつをつけて、後ろにプロトンパックを背負ってるから、僕はですね、少年の頃、あのフライトスーツを買ってもらったんです。で、ここにパウチでゴーストバスターズのマークを入れて、で、背中に背負うプロトンパックをですね、親父と一緒に庭で作った記憶があります。はい。 ね、完成しななかったんんだけども、はい、そんな記憶がありますでゴーストバスターズは、ゴーストバスターズ、この間2016年ですよ。2016年にリブート版のゴーストバスターズが公開された。これリブート版なんで、このゴーストバスターズ、うまくいけば2、3っていくはずだったんだけども、やっぱりさ、女性にしたことで、この昔のすごい作品、例えばバックツー・ザ・フィーチャーとかゴーストバスターズとかそういう作品って、やっぱりあの、 インディアナ・ジョーンズがハリソン・フォード以外のやつが演じても絶対違うものになってしまうってことなんですよ。レイダース、こちらね。まあ、例え新しいインディアナ・ジョーンズができても、ハリソン・フォード以外の人が演じても、あの頃のインディアナ・ジョーンズではなくなってしまう。また、バック・トゥー・ザ・フィーチャーもマイケル・ジェイ・ホックスじゃなきゃダメなんですよ。なので、ゴースト・バスターズもリブートするんではなくて、 あの、昔のまんまの人たちじゃないとダメ。で、この2016年版のゴーストバスターズ、俺何が嫌がったかっていうと、あの、いいんだよ。女性たちの、あの、頑張ってる新しいゴーストバスターズ、あれはコメディ的にすごい楽しめたんです。だけども、あの、昔のキャラクターの扱い、えー、ダン・エイ・クロイド・ハラル、えっ、ー、と、ま、ダン・エイ・クロード・ビル・マーレで、他の人でも出たじゃない。その 昔の人、しがりエヴァも出てきたんだけども、あの人たちが実際に、昔はゴーストバスターズをやってましたっていう感じで、仮面を出演してくれたら胸熱なんですよ。昔のゴーストバス、実はさ、女性たちがこう、 戦いいにに負けそうななるじゃないゴースト退治しててだけどそこにプロの昔のおじいちゃんになったビル・マーレとかダンエイクロイドが来て助けを助ける姿を見せつけるその映画のシーンっていうものがあったらこれ「ゴーストバスターズ」の女性版も超グッジョブな映画に終わったんだけどもタクシー,クシー運転手でダンエイクロイドが出てきたりだとかビル・マーレがあのなんか頂上検証を否定する人と,人としてテレビのなんか俳優として出てきて俳優っていうかあの コメンテータータみたいな感じで出てきたりしたからちょっとこれもったいない扱いなんじゃないかなっていう感じで俺は思ったんですよ。 で実際に、ドーン、はい、プロトンパック。これ、プロトンパックね、今、アマゾンで売ってるんですよ。これね、すげー高い、70万ぐらいするんだけど、あのー、このさん、プロトンパックは、電源を入れることによって、ドン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 、はい、映像が出たり、音が出たり、音楽が鳴ったりするっていう、とても実物大、そのレプリカ上のプロトンパックなん、ね、で、アメリカで、えー、組み立てキットってものが予約販売されたときに、俺は、ちょっとなんか、か 迷ったんですよねあのー、確かそれは、ね、6万5千円ぐらいであのプラモデルみたいなパーツで来るのねでそのプラモデルみたいなパーツで来てそれは接着剤も何もいらずに組み立てるだけでプロトンパックが出来上がるっていうキットだったんだけどもどっから注文したらいいか分かんないっていうのでやめたんですよなので実際にもし今プロトンパックが売ってるんだったら俺ほんとマジで欲しいですよ、あのー 映画マニアが、例えばさ、デロリアンの車が欲しいね。バックス・ザ・フィーチャーの。でも、俺あの頃の本当、ゴーストバスターズのプロトンパックってものが欲しくて欲しくて、本当そういうものが飾れる部屋に住みたいっす。これ一応倉庫なんで、あのー、ここはまあ、後ろにちょっと飾ってありますけど、そっち汚いんですよ。で、こういう部屋じゃなくて、実際にまあ、一つ部屋借りて、そういうところに 住みたいいいなっていう願望ははあります、はい、でゴーストバスターズ。はい映画はこのくらいのお話しさせていただいておいて少年時代小学校時代覚えてますかやりましたかあの頃。はいファミコン版のゴーストバスターズ。リリッツテッ,テッテリリッツテッテッテレレッツテレッツッ。はいあのー 映画のシーンに,さ映画にはいかないんですよ。ドット絵だからね。ドット絵が動いていくから映画にはいかないんだけど、きちんとできていて、街でゴーストを、まあ、転戦状のビームで捕まえて、お金を稼いで、えー、新しいアイテムを買って、移動して、ゴーストをどんどん退治して、最後、あのマンションの、えー、ゴーザだっけゴーザだよね。あそこを倒すってところまできちんと映画に沿った物語、ロールプレイングゲーム要素があり、 ゴールプレイングゲーム要素っていうのがお金を貯めて物を買う。新しい装備を整えて強くなっていく。そしてエンディングまで突っ走るっていう感じなんだけども、これ実際の何回まであるんだっけあの最後のね、マンションを登っていくんだけど、これコントローラーで登っていくのになんかね、連打なんですよ。AB ボタンかなんかの。それでダラダラダラって連打するんだけど、本当に100回ぐらいまで登らなきゃいけないのね。で、あれをクリアした後のエンディング、音楽がででて。 でででって、ゴーストバスターズの音楽があの、なんつうの、16ビットのさ、音でさ、表現されていて、音が鳴っていくんですよ。最後にエンディングで何が出ると思ったら、ひらがなでリリって出る。<laughs> ひらがなでリリ。それが有名な、このリリリリこれ、ゴーストバスターズを16ビットで表現すると、リリ。 リリーって音がそのリリーっていうひらがなでリリーって書いてあるのがエンディングっていうすごい有名なですねゲームがありましたで。そして今回ご紹介させていただきたいのがですね、はいえー、2020年。はい えっとあ、2019年だよ。35周年。そうそう。2019年に、えー、35周年企画として、アメリカ版で10年ぐらい前に発売された、ゴーストバスターズ・ザ・ビデオ・ゲームっていうのがあるんですよ。これね、最高のゲームで、このストーリー、脚本を、えー、ちゃんとダンエイ・クロイドとかが、あの、執筆,筆していて、 映画の中のストーリーの中に自分がゴーストバスターズの一員として仕事がないからそこに入っていって教わって実際にプロトンパックを背負いビル・マーレーやダン・エイ・クロイドやハロード・ライムズたちと一緒にですねゴースト退治をしながら物語を進んでいくっていうストーリーなんですよ。だけどもこれあの 日本語吹き替え版じゃない、日本語,日本語版のゲームがなくて僕は XBOX で当時ですねあの英語版のゲームを取り寄せてやった記憶があるんですよただ劇中に使われた音楽が実際にゲームの中で流れたりとかゲームの中もあのファミコン版とか今までいろんなファミコンメガドライブいろいろこうゴーストバスターズのゲームってあったんだけども シューティングだったりアクションだったりさ全然違うぞゴーストバスターズっていうのはあのプロトンパックをビョーンってやってドルドルドルンってこうガーッとモーッってやってゴーストをこう必死にさこのビームでトラックビームでガーッて捕まえてこう弱らせた後にあの下から流れるゴミ箱みたいな変な下駄箱みたいなやつで吸い取るっていうのがゴーストバスターズじゃない。 それがゴーストバスターの醍醐味じゃない。えー、ビームを当てて倒すよりも、きちんと捕まえるっていう動作。そうなんです。このゴーストバスターズザビデオゲームっていうのは、きちんとですね、あのー、本当に映画で実際に、 ゴーストを捕獲していたようにプロトンパックを使い幽霊を退治して捕まえる。そしてお金を稼いで装備を整えてどんどん進んでいくっていう素晴らしい映画に沿ったしかもストーリー性のある綺麗なゲームだったんです。なんとこれのリマスターテッド版っていうのかな。映像が綺麗になったバージョンが2019年今年にプレイステーション4、Xbox One 様々なえプラットフォームで発売される。これは絶対買うっけないです。めっちゃ 面白いよあの音楽が電源を入れた瞬間に流れた瞬間そう俺たちはゴーストバスターズの世界に入っていったわけでございますっていう感じになれるんですよ。はい、なので実際にこのゲームから出たらですね私はまたもう一度、はい、チャレンジして購入したいと思いますができればですねはい 日本語の字幕ががいいたバージョンが発売されることを願っています今のところ海外版の多分同じ海外版ね自分日本語字幕がないものしか販売されない感じになると思うんですよでもさ実際にさある程度の英語でこう喋ってること分かったとしても映画みたいにすごい喋るから、あのー、ゲームをしていく上で困ることはないんですよ次の目的地があったりって分かるんでだけども、あのー、きちんとしたちゃんとしたストーリー でビル・マーネー、ダンエクローズたちの会話を知りたいじゃない。どんな話してんのかなって分かりたいじゃない。それが完璧に分かるには字幕ってものが必要なんで、ぜひですね、日本語発売してほしい。日本語発売してほしい。これ絶対に映画の公開に合わせて、ただ2020年にゴーストバスターズが公開されて、あの頃のおっさんたちがゴーストバスターズを見に行くかって言ったら見に行くと思うんですよ。ただ、今の若い子たちはどうだろうね。 知らないでしょだってゴーストバスターズ。あんなに心胸熱になる。だってあの作品アン、アイバン・ライトマン監督のあの作品がなかったら、あの音楽がなかったら、ここまでやっぱり映画を好きになっていなかったかもしれないっていう感覚すらあるんですよ。あのね、3人組が。 はい、仕事がなくて大学がもうほしゃって研究資金がなくてお金を稼ぐためにゴーストバスターズ幽霊退治人をやってみようニューヨークのヒーローになる俺は何回憧れたことかあのストーリー自分がもう夢の中で結構夢見たよね夢の中でゴーストバスターズの一員になる夢をよく見ましたよはいそんな感じのもう少年たちおっさんたちはあのゴーストバスターズのプロトンパックが欲しくて欲しくてたまらなくてですね 憧れてたまあ今さあんまりこう憧れるってないじゃないでも思い出してくださいあの頃あったでしょあの憧れなかったですか例えばバック・トゥ・ザ・フィーチャーの映画を見た時に「デロリアン欲しい乗りたいバック・トゥ・ザ・フィーチャーしたい俺もあの頃に行きたい」みたいな「ゴーストバスターズ」見れば「ゴーストバスターズの石になりたいあの武器欲しい」みたいな。 いろんな映画いろんなシーンいろんなものがありますけどもまあホラー映画とかは別としてなんかこうさ実際にそのものが俺欲しいよっていうすごい夢のあるだ今みたいにスマホとかさそんな手短にないわけじゃないですかコンピューターとかもあの頃っつったらだってね携帯電話もみんな持ってなかった時代だからそんな中でゴーストバスターズのああいうすごい未来的なものを見れた時に最高ですよね こんなことって実際に起きるんだろうっていう。起きてしまってすごいじゃない。それを次の日学校に行って友達に話したいじゃないって映画を見た後のワクワク,ワク,ワク感ってものがすごいあった頃なんですよ。はい。そんな感じです。はい。そんな感じで今日は、はい、動画を終了させていただこうと思います。それではですね。はい。このチャンネルが面白かったら本当にぜひですね。 本当にチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー。チャンネル登録がやっぱり増えていくことによって、もっといろんなことにチャレンジしていけることができると思います。で、チャンネル登録が増えることによって、やっぱりあの、広告もちょこっとつけたりして、それをもとに面白い YouTube を撮ったりだとか、えっ、ー、と、皆さんの希望に応えたりとか、そういうこともできるようになっていくと思うんで、まだあの、本当に弱小チャンネルでございますけども、皆さんの,あのご支援でですね、チャンネル登録をしていただけると、本当に心からですね、嬉しいです。 一生懸命編集した後に次の日動画を上げてもちろんディスライクもつきますいいねもたくさん最近入れてくれる方がいますそしてチャンネル登録が増えた瞬間これってね本当に心からのありがとうっていう気持ちになるんですどうぞよろしくお願いいたしますえそれではこのチャンネル終了となりますはい本日も最終最後のお時間までクニカルコーゴーストバスターズありがとうございます